俺の名前は新藤正夫、70歳。俺は傘下30組を牛耳る新藤組の会長だ。新藤組では例年全傘下を招集し祭りを催している。ヤクザということで近所に迷惑をかけているので、組の敷地を開放して子供たちに楽しんでもらおうと趣向を凝らしているわけだ。今年もたくさんの人が来てくれている。そんな会場を俺は見て回っていた。するとテントの中でタバコを吸っている女が目に留まった。年の頃なら40代前半、見るからにあまり品がいい感じではない。水商売の女か。申し訳ないが俺はそう思った。もちろん全ての水商売の女が下品だとは言えない。俺が知っている中には知性豊富な水商売の女も多数いるのだから。だがこの女は一体誰なんだ。俺がテントの中を見ていると、その女も俺に目を留めた。なんともつまらなさそうで気だるそうな女が俺に声をかけてきた。なんだよジジイ。これは参った。俺が主催者側だからいいが、近所の老人だったらなんと思うだろう。なんでしょうか。さっきから何ジロジロ見てんだよ。ジロジロ見ていたつもりはないんですが、そう思われたなら申し訳ないです。何が思われたらだよ。てめえは客なのかよ。それともどこぞの組員か。ああ、そうですね。俺は組の人間ですよ。なんだよ、組員かよ。こんなジジイを組員にしてるなんて、よほど人手が足りてないんだな。弱小も弱小、潰れる間際の組織かよ。そんなこともないですがね。あんたはどこの組のお方かな。私は大沼組、組長の妻だよ。大沼組の姉さんでしたか。これはおみそれしました。まあいいさ、わからねえこともあるだろうからさ。それは懐の広いことで、ありがとうございます。ところで、俺は例年この祭りに出てるんだが、あんたを見るのは今年が初めてじゃないですかね。なあ、こんなつまらない祭りなんて来ようとも思わないからね。でも、私の旦那が来いってうるさいのさ。だからしょうがなくて来てやったんだけど、やっぱりつまらないね。やってることはガキのご機嫌取りじゃないか。そうですか。俺はいいと思いますけどね。ジジイなら集まってるガキが孫に見えるんだろうけど、私には小うるさいガキにしか見えないんだよ。まったく、どうして本家もこんなくだらないことするんだろうね。儲けにもならないことしてもしょうがないのに。それはご近所に迷惑をかけているからということで。何が迷惑なんだよ。近所の仇に喧嘩かけてるわけでもないのに、どうしてそんなに小さくならないといけないのさ。こっちはヤクザなんだ。でっかくドーンと構えてりゃいいんだよ。なあジジ、あんたもそう思うだろ。いや、俺はそうは思いませんがね。今時はヤクザも生きづらい世の中ですから、ご近所さんと仲良くできるならそれに越したことはねえかと思いますよ。なんだよ、根性のないジジだね。ヤクザなら肩気になんざ媚び売るもんじゃないだろうが。媚びを売ってるわけでもないでしょうが。まったくつまんないね。それにしてもあんたはどうしてそんなヨボヨボのジジイなのにヤクザをやってるんだい。そうですね、俺としてはヤクザが好きだからでしょうか。ヤクザが好きね。でもあんたくらいになったらもう喧嘩なんかできないだろうよ。つまり役に立たないってことだ。他の組員の迷惑になる前にヤクザから足を洗ったらどうなのさ。いやー、好きで入った世界ですからそうもいきませんよ。大沼組の姉さんは俺のことを本当に傘下の組員だと思い込み言いたい放題だ。これは祭りよりも面白いかもしれないと、俺はその間違いを訂正することもなく話を合わせていた。それにしても暇だね。暑いし暇だし嫌になるね。だったら焼きそばでも焼いたらどうなんです。暇を潰せますよ。姉さんは料理が上手そうだし。冗談じゃない。なんで下っ端と一緒になってそんなことしないとならないのさ。私は組長の妻、姉さんなんだよ。
姉さんがそんなことしたら示しがつかないじゃないか。そうですかね。おいじじい、あんたの組は弱小組織だろうから組長も下っ端と一緒になって焼きそばを焼くのかもしれないけど、大沼組はそんなことはないんだよ。あんた一体どこの組なんだよ。俺は大したことはないですよ。そんなことは分かってるんだよ。それでもどこの組なのか聞いてやってるんだ。話してみな。はあ、神道組です。神道といえば本家じゃないか。そうです。これは驚いた。神道にこんなジジイがいたなんてね。そう言うと大きな口を開けて笑い出した。姉さん、タバコを吸いたいなら電子タバコにした方がいいね。なんだって？紙巻きタバコじゃ子供たちがかわいそうだ。体にも良くないからね。ガキの体なんて関係ないんだよ。いくら本家の組員だからって偉そうなこと言ってんじゃないよ。この私にそんなことが言えるのは組長だけなんだ。それはすまないね。だが今日は祭りだ。せっかくの祭りなのにタバコの匂いは良くないだろ。まったくうるさいね。暑いっていうのにそんなことを言われたら余計に暑くなるじゃないか。そいつは申し訳ない。でもね、近所の人たちがタバコを吸ってるあんたを見たらどんな風に映るのか、それを考えなさいよ。本当にうるさいジジイだね。そんなのは私には関係ないんだ。殴られたくなかったらおとなしくしてな。そう言うとハンディ扇風機を首筋に当て風を受け始めた。あんたは何もしてないのにそうやってるが、あんたの組員は汗だくじゃねえか。ちっとは組員のことを考えたらどうだろうね。組員のことなんか考える必要ないんだよ。組員っていうのは私ら幹部のために動けばいいんだからね。そうじゃねえだろ。それ以上私に言わない方がいいよ。俺は間違ったことは言っちゃいねえ。へえ、そうかい。そう言った時、組長の妻は俺に向かって500円玉を投げつけてきた。いって、なんだ。おいぼれじじい、弁当買ってきな。え？私は腹が減ってんだよ。弁当買ってこいって言ってんだよ。それならあちこちのテントで食い物を出してるじゃないか。大沼組なら焼きそば、他のところでもたこ焼きやイカ焼き、暑いならかき氷もある。それなのに弁当というのもいいなものだね。私が食べたいのは飯物なのさ。だから弁当なんだよ。コンビニまではかなり遠いんですよ。熱中症にならないようにするんだね。こんなに暑けりゃ途中で倒れることもあるでしょうよ。だから何なんだよ。本家の下っ端じじいが他にできることがあるっていうのかい。まともに動くこともできないんだ。弁当を買いに行くくらいどうってことはねえだろうが。そうか、あんたは下の組員のことを全く考えないってことか。暑い、早く行きなよ。あ、それと冷たいビールだ。ビールならテントで売ってるさ。テントのは冷たくないから言ってるんだよ。私が買ってこいって言ってるんだ。ごちゃごちゃ言ってないで買ってくりゃいいんだよ。ビールなんか買ってきたら途中でぬるくなっちまう。それがぬるくならないように頑張るんだね。そばで焼きそばを焼いている組員は姉さんがジジイと話していると顔を向けてきた。するとその顔がみるみる青ざめてきている。どうやら組員たちは俺が誰なのか分かっているらしい。これはさすがにまずいと思ったのだろう。組員の一人が女にやめた方がいいと進言したのだが、女は組員を怒鳴り散らすだけだった。なんだい、姉さんの私に文句があるっていうのかい。組長の妻だっていうのにその私に意見しよってのか。ものすごい剣幕で怒鳴り散らされたため、組員は何も言えずすいませんと頭を下げた。これじゃあ組員だって言うことを聞きたくはなくなる。大沼組はダメだな。まったく、どいつもこいつも偉そうに。
あんたそんなにカリカリしていると余計に熱くなるんじゃないのか。うるさいよ。お前はさっさと弁当を買ってくればいいのさ。俺はそんな女の前に500円玉を置いた。私の言うことが聞けないっていうのかい。女の顔が険しくなり、それを見た一人の組員がどこかに走っていった。どこに行ったのかそれはわからない。だが女は組員が何をしようと気にすることはなかった。あんたの言うことは間違っているからね。それに俺はあんたの部下じゃねえんだ。言うことを聞く必要はねえだろ。ふざけやがって、よぼよぼのジジイが。何もできないから仕事をあてがってやったっていうのに。どうしても弁当が欲しいなら自分でコンビニまで行ってきたらいいだろう。はあ、この私が組長の女房の私がだって。組長の女房なら自分が進んで祭りに参加するべきだろう。何よりもこの祭りは本家が主催だ。それなのに参加組長の女房が暑い暑いと文句ばかりで全く動かないってのは筋が違うだろうよ。女は俺を睨みつけていた。そして出てきた言葉は俺に対する罵詈雑言だ。俺はそれを気にすることもなく聞き流していた。組員がテントを飛び出していき、7分ほどが過ぎた頃、走り出て行った組員が大沼組長を連れて戻ってきた。なるほど、このままでは大変なことになると思ったのだろう。どうやら組長を呼びに行ったわけか。姉さんはどうにもならないボンクラだが、組員はまともらしい。おい、マサヨ。てめえ何してやがる。震える声でそう言った大沼組長は俺に頭を下げてきた。すいません、こいつは何も分かっちゃいねえもんですから、とんでもないことを言いまして。あんた何頭下げてるのさ。こんなジジイに頭を下げる必要なんてないじゃないか。このジジイがいくら本家の組員とは言っても所詮は下っ端なんだから。下っ端だと？そうだよ。こんなヨボヨボのジジイなんだ、下っ端に決まってるじゃないか。本家もどうしてこんな使い物にならないジジイを破門しないんだろうね。よっぽど人手不足なんじゃないのかね。バカ野郎、やめろ。それ以上言うんじゃねえ。そんなに怖がることなんてないってば。どんなに本家の組員だとは言っても所詮は使えない下っ端なんだから。やめろって言ってんだろうが。この方は会長さんだぞ。はあ？このジジイが本家の会長だって？バカなことを言わないでおくれよ。こんなヨボヨボの老いぼれがどうして会長なんて大役を果たせるのさ。そんなことがあるわけないだろう。笑える。こんなのが会長だとかどんな冗談だよ。いい加減にしろ。どうしててめえはいつもそうやって。そんなだから今回も祭りに連れてきて一人にしないようにしてたってのに、祭りに来てまでこんなことをするとは。一人にしないようにって、大沼さんの女房は十分大人じゃねえか。お恥ずかしいことなんですが、こいつは一人になるととんでもないことばかりしやがるもんでして。とんでもないってのは？自分が組長の女房だからと組員たちを顎で使い、どんなに組員が忙しくてもお構いなしなんです。おかげで組員がこんなところにはいたくないと逃げていきます。はあ、確かにそのようだな。ですからこいつを家に置いとくようにしたんですが、今度はご近所に喧嘩をふっかけちまいまして、自分の旦那はヤクザの組長だから言うことを聞けと金を巻き上げてたんです。おかげで近所からは相手にされなくなりまして、引っ越す羽目となりました。
組事務所に置いておいてもダメなら、家に置いておいてもダメ。だから仕方なく、今回は祭りに連れてきたわけでして。なるほどな。そいつは大変じゃねえか。はい、そうなんです。それなのに会長さんにこんなことをするとは、どう言って謝ったらいいのか、本当に申し訳ないことです。それじゃあ、気苦労が絶えねえな。はい、その通りです。いつもは我慢して問題を起こすたびに蹴りをつけていたんですが、さすがに本家の会長さんにこんなことをしたのでは、許すこともできなくなります。あんたはヤクザなのに小さいことに気を使いすぎなんだよ。今日の祭りだって楽しいからって来たのに、何にも楽しいことなんてないし、暑いばかりで来た意味がないんだよ。お前が手伝えばいいことだろうが。組員たちは汗だくになって頑張ってるんだからよ。そんなのは当然のことなのよ。私とは立場が違うんだから。大概にしろ。その時、大沼組長は大きな手で女房の頬をはたいていた。見事に決まった平手打ちは、正代の頬を赤く染めていった。何するのさ、女に手を挙げるなんて最低。会長さんにバカなことばかり言いやがるからだ。この祭りだって本家がご近所さんのためにと毎年開いている大事なものだってのに、なんでそんなこともわからねえんだ。おいおい、大沼さんよ、今日は祭りだ。一般の人もたくさん来てるのに暴力はダメだろう。すいません。おい、マサヨ。てめえはもういい。帰れ。なら、帰っていいの？だったら帰るけどさ。じゃ、誰か送ってってよ。ふざけるな。会長に失礼なことをしておいて。組員たちはみんな忙しく動いているってのに。そんなことも分からずに送っていけだと？てめえの足で歩いて帰れ。ここからどれだけかかると思ってるのよ。しかもこんなに暑いのに。この暑さの中歩いていったらどうなると思うのよ。熱中症にかかって倒れちゃうじゃないよ。この暑さの中、組員たちは火の前で焼きそばを焼いているんだ。それを考えたら、てめえが歩いて帰るくらいどうってことはね。何よ。私が倒れてもいいって言うの。会長さんに遠いコンビニまで歩かせようとしていたんだろ。高齢の会長にそんなことをさせようとしてたくせに、てめえは家まで一人で帰ることもできねえってのかよ。分かったわよ。一人で帰ればいいんでしょ。まあまあ、大沼さん。こんなに暑い中歩いて帰らせたら、本当に熱中症で行き倒れちまう。ここは落ち着いてくださいよ。楽しい祭りなんだから。会長、ありがとうございます。おい、マサヨ、会長さんに礼を言え。会長さんが許してくれなけりゃ、てめえが行き倒れようと関係なく、俺はてめえをここから追い出すところだったんだ。別に一人でも帰れるわよ。この雨。もういいよ。俺は他のテントを見てくることにするさ。俺がいると揉め事の種になりそうだ。俺は鉄板の前で汗だくになっている組員の労をねぎらい、またしても歩き出した。おい、マサヨ。てめえは大概にしろよな。会長さんがでかいお人だから助かったが、本当なら今頃てめえは沈められてるんだからな。わかったわよ。ふてくされたようにそっぽを向く女房、マサヨは赤く腫れた頬を撫でていた。
あんなジジイのためになんで私が痛い思いをしないとならないのよ。こんなテントの中で熱い思いをしているだけでも納得がいかないのに。組長も組長よ。なんで私のことを叩くわけ？おかしいじゃないか。全部あのジジイが悪いんだ。どうやら正代は逆恨みしてしまったらしい。こんなことなら組長の車に同乗せずに一人で来ればよかった。そうすれば今頃家に帰って涼しいところでビールが飲めたのに。ブツブツと考えていた正代だったが、目の端に俺が映った。俺は会場内を見て歩き、問題はなさそうだと思ったので、そろそろ家に帰りのんびりしようと会場から出ようとしていたのだ。会場から自宅までは歩いても大した距離ではなく、俺の足でも十分帰ることができる。ところがそんな俺に目をつけた正代はにやりと笑うと、鉄板の前で一生懸命に焼きそばを焼いている息子に声をかけた。ちょいとアキラ。この息子21歳なのだが、未だに母親離れができていない。いつでも母親のそばにいたいと思う。超甘ったれなガキなのだ。母さん呼んだか？ああ呼んだよ。ちょいと思い出したことがあるから母さんについておいで。そう言って息子アキラを従え、組の敷地から出た正代は俺の後をつけてきていた。母さんどこに行くの？し、いいかい、前を歩いているあのジジイ、あいつを袋にするんだよ。あのジジイを？そんなことしたら一発であの世行きだよ。いいんだよ、そのくらい悪いやつなんだからね。あのジジイをあの世に送り込んじまった方が世のためなんだよ。そうなのか。わかったよ、母さんがそう言うなら本当に悪いやつなんだろうからな。母親が言うことは絶対だと思っているアキラは笑顔でそう答えると、俺を背後から襲おうとした。ところがそんなアキラを止めたのが二人の後をつけていた部下のサトルだった。アキラダメだ、あの人を襲ったりしたらダメだ、やめろ。え？あ、サトルさんじゃないですか、どうしたんですか？どうしたじゃねえや、あの人を襲おうとしてただろうが。大きな声で止めに入ったサトルに、なんでなのかと聞くアキラ。その声に俺は背後を振り返った。あの人は本家の偉い人なんだ、こんなことしたら組が潰れる、それにアキラが辛い思いをすることになるんだ。うるさいサトル、私の邪魔をするつもりなのかい。姉さん、なんでアキラにこんなことをさせるんですか。アキラは姉さんのことを信じてるから言われるままに何でもしちまうのに。母親ならこんなことさせられないはずじゃないですか。うるさい、私がアキラに何をやらせようと、そんなのは私の勝手なんだよ、邪魔をするんじゃないよ。そう言った正代は組員の頬を張り倒した。もちろん下っ端とは言っても男だ、やり返そうと思えば簡単なことだろう。だが相手は組長の女房であるため、男はやり返すことができず、キビスを返すと会場へと走っていった。まったく何を邪魔してるのさ。アキラ、これで邪魔者がいなくなったからね。さ、あのジジイを袋にしちまいな。でも母さん、サトルさんがダメだって。あいつは何も分かってないんだよ、あのジジイがどれほどの悪者なのかなんてね。だからお前が成敗してやらないとならないんだよ。母さんはあのジジイのせいで組長に殴られたんだからね。母さんが殴られたの？ああそうだよ、母さんが殴られたんだよ、あのジジイのせいでね。だからあのジジイは生きてちゃいけないのさ。分かっただろ？うん、
わかったよ。俺の母さんに痛い思いをさせるなんて絶対に許さない。そう言ったかと思ったら、うわーと雄たけびを上げ走り込んできた。話を聞いていた俺は、こいつは最低な女だと思った。息子の手を汚させようというのだ。母親の言葉を信じ、我が身にどんなことが起こるかも考えない純粋な息子を使うなど許していいことではない。だがその前に、この男の拳を避けることの方が先だと、俺は拳を避け、足を男の足にかけた。すると男は見事にその場に転がり倒れてしまった。やめろ、これ以上俺に挑むな。ダメだ、母さんはお前のせいで痛い思いをしたんだ。姉さんよ、俺を襲ってくるのは構わねえや。だがよ、やり方が汚すぎるだろうが。うるさいよ、老いぼれじじいに偉そうに説教される必要はないんだ。怒鳴る正代は、アキラに早くやっつけろとけしかけている。だが、俺の足の下で立ち上がることができないアキラは、もがくしかなかった。くっそー。あんた、なんでこんなことをするんだ。お前が邪魔だからだよ。お前が私の前に現れたから、私は部下の前で恥をかいたんだ。しかも組長からは殴られるし、冗談じゃないね。それは俺が悪いんじゃねえだろうが、あんたが身勝手なことをしていたからだろう。それなのに、自分の息子に俺を襲わせるってのは、いただけない話じゃないか。俺を殴ればどうなるか、そんなのは考えなくてもわかるはずだ。だからさっきの男も、この男を止めたんだろう。さあね、そんなことより、私が組長から殴られたっていうことの方が、ずっと大きなことなんだ。自分が悪くて殴られたってのに、息子をけしかけて辛い思いをさせよってのかよ。自分の息子にそんなことをさせていいのかよ。その子は強い男なんだ。だから多少のことがあっても大丈夫なのさ。そう言って笑う妻の顔は醜く歪んでいた。アキラ、早くやっつけちまいな。やめろ、息子を使うな。この足をどけろ、母さんが言ってるんだ。母さんの命令なんだからな。お前を叩きのめしてやるんだ。あんたのことを母親だと信じてるのに、なんてことだよ。その時、大沼組長が先ほどの悟と一緒に走ってきた。なるほど、自分では正代を止めることができないと考え、組長を呼びに行ったというわけか。アキラ、これは。俺の足の下でもがいている息子を見た組長は、目を丸くして驚いている。会長、これは一体。あんたの嫁が、この男に俺を襲わせたのさ。かわいそうに、この男は母親のことを信じて、ことの良し悪しがわからねえらしいや。すいません。がっくりと膝を折り、その場に座り込んだ組長は、情けない姿の息子に涙を飲んだ。俺は息子の上から足をどけたのだが、男は組長の気落ちした姿に驚いていた。親父どうしたんだよ、なんでそんなにがっくりしてるんだ。アキラ、お前が殴りかかった方は本家の会長さんなんだ。謝って許されることじゃねえが、謝れ。何万回でも頭を下げて許してもらうんだ。そうじゃなかったら、お前は海に沈められちまう。え？どうしてだよ。だって母さんが痛い思いをしたのはこのジジイのせいなんだろ。こいつさえいなけりゃ母さんは幸せなんだって。違う、アキラ、そうじゃねえ。母さんが言ってるのは全部嘘だ。アキラ、俺の言うことを信じろ。お前を助けるためなんだ。だって。マサヨ、てめえよくもアキラを使いやがったな。
だって、悔しかったから。悔しかったからじゃねえや。サトルが止めたのになんでやりやがった。アキラのような純粋な奴を傷つけるようなことをしやがって。ごめんなさい。そんなに怒らないでよ。悪気はなかったんだから。すいません、会長。本当に申し訳ないことをしました。この通りです。アキラは生まれながらに頭の弱い奴でして、母親の言うことが絶対だと思っちまっています。それが悪いことでもわからないんです。親がしっかり善悪を教えることができていれば、きっと違ったのかもしれませんが、まさか息子をこんなことに使うなんて思ってもいなくて、母親に全てを任せていたんです。どうか、アキラに罰を与えるなら、この俺に与えてください。俺が、アキラの代わりに何でもしますから。涙を流し、額を地面にこすりつける組長は、親の愛そのままだった。そうしているとき、会場から走ってくる幾人もの男たちが見えた。そして、組長のもとにたどり着くと、組長同様に膝を折り、地面に座り込み、頭を下げたのだ。状況なんて分かっちゃいないだろうに、恥を忍んでの土下座だった。おいおい、頭を上げなよ。すげえな。組長のところにやってきたと思ったら、組員全員で頭を下げるのかよ。こんなに組長を信頼してるってことは、あんたはよほどすげえ組長なんだろうな。会長。あんたに免じて息子は放免だ。ありがとうございます。ありがとうございます。だがな、あんたの女房は許すことはできねえぜ。何せ、自分の息子にこんなことをさせておいて謝ろうともしねえんだ。こんなことが許せるわけねえよな。はい、それはもちろんです。俺ももうこいつを許すことはできません。そんな、あんた何言ってんのさ。私はあんたの女房なんだよ。だから何だってんだよ。大事な息子を使いやがって。会長にこんなことをしたら組が潰されるかもしれねえってのに、知らなかったわけじゃねえだろうが。そんなてめえを女房だとは思わねえや。よく言ったじゃねえか。その通りだ。会長、どうぞ、マサヨを好きにしてください。いやよ、なんで私だけなのよ。親父？アキラ、本当に悪いのは母さんだ。悪いことをしたらけじめをつけなければならねえ。だから、会長さんが好きなようにしてもらうんだ。いいな？うん。その通りだ。一度は許してやったのに、息子を使って襲ってきたんだからな。そう簡単なことじゃ許せねえよ。姉さんよ、あんたの命をもらおうか。命？いくらなんでもそれは勘弁してくださいよ。それはひどすぎます。そうかい。だったら金でケリをつけるか。金で？へえ、そうですね。金なら。そうだな。金ならいいかもしれない。どうでしょうか。1億でけじめとさせていただけないでしょうか。1億か。いいだろう。ありがとう、あんた。あんたが払ってくれるんでしょ？バカを言うな。てめえとは縁を切る。俺がいいしのぎを紹介してやるからよ。そこでしっかり働いてこい。そんな、いいしのぎって、一体どんな？荒れ狂う海に立つ灯台森だ。灯台森って、どんな仕事なのさ？時間になったら明かりをつけるだけだ。それならてめえにもできるだろうが。ん？なんだ、そんな簡単な仕事。
東大に送り込まれる正代は、時間に明かりをつけるだけの仕事なんて簡単すぎると笑いながら出て行った。だがそこは誰もいない海の上だ。話し相手もなく2年ほどを過ごさないとならない。精神的に非常に過酷な仕事であるため、高額報酬にもかかわらず仕事をする者がいない。まさかそんなに過酷だと思ってもいない正代だったが、1週間とせずにこんなのは嫌だと泣き言の手紙が届くようになった。だが俺はもちろん大沼組長も許すことはなかった。こうしてなんとか2年が過ぎ、やっと東大の仕事が終わった時、正代は温和な人間になって戻ってきた。あんた、アキラ、本当に申し訳なかったわ。誰とも話すことができず、来る日も来る日も海しか見えなくて、人がいるっていうのがどんなに素晴らしいことか思い知らされたわ。許してくれるならもう一度あんたのそばにいさせてほしい。アキラのそばにいたいの。組員たちにも謝って許してもらうから。だからお願い、もう一度だけ。そう言って頭を下げた正代だった。その姿を見た大沼組長は離婚届を引き出しから出すと、その場で破り捨てたそうだ。そして正代の手を取り、待ってたよ、そう声をかけた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。